フロッグケーキはカエルの形をしたデザートでスポンジケーキとクリームにフォンダンアイシングでコーティングしたケーキ。アデレードのバルフォアズベーカリーが1922年に販売を開始し、南オーストラリアではすぐに有名になっていった。もともとフロッグケーキの色は緑色だけだったが、茶色やピンクのものも存在する。その他にもバリエーションが存在し、雪だるまやイースターのひよこといった。 季節ものもある。フロッグケーキは南オーストラリアならではと言われ、地域の宣伝にも用いられている。2001年にはその文化的意義を認められ、南オーストラリアのナショナルトラストによって、南オーストラリアの伝統文化の一つに認められている。フロッグケーキの断面図フロッグケーキは口を開けたカエルに似た形のケーキで、 スポンジケーキの土台の上にジャムを乗せ、その上にクリームを乗せたものに本段アイシングでコーティングしたものである。ケーキのレシピは1920年代の登場以来変わっていない。製造工程としては大きなスポンジケーキを機械的に切断し、本段で覆った後、熱したナイフで口の形を作り、本段でできた目を人の手で付け加えて完成となる。出来上がったケーキは、 紙製のカップに置かれて販売される。本段は通常、緑、茶、ピンクであるが、特別な行事の時は、赤や黄色も使われる。フロッグケーキのアイデアは、バルフォアズベカリーの共同設立者、ジョン・バルフォアの甥い、ゴードン・バルフォアによるものである。彼は1920年代初頭に、フランスへ旅行し、欧風菓子店で、フロッグケーキのアイデアを思いついた。彼が帰国し、 アデレードに戻った後、まだ市内のあちこちにティールームが存在した1922年、フロッグケーキは販売され始めた。フロッグケーキはバルフォアズベカリーのマスコット的存在として知られるようになり、販売は南オーストラリア州だけに限られていた。しかし、今ではビクトリア州やニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州でも販売されるようになっている。 フロッグケーキの色はもともと緑色で今でも緑色が最もメジャーだが茶色とピンクも後にバリエーションに加わっている。形についても基本はカエルの姿をしているが特別な時期には少し形を変える。例えばクリスマスシーズンにはサンタクロースや雪だるまになりイースターの頃はひよこになる。また地元のサッカーチームアデレード FC のチームカラーになることもある。 なお、形が変わっても呼び名は、フロッグケーキのままである。フロッグケーキは、南オーストラリアを代表するデザートで、オーストラリアの新聞紙オーストラリアンでは、まず思いつくデザートにあげており、誕生日やウェディングケーキにさえも使われている。また、時には、州の宣伝にも一役買ってきた。例を挙げると、2001年には、 世界警察消防競技大会の開催地選定時に政治家のジョン・ホールが最後のアピールにフロッグケーキを用い2007年のアデレード開催を勝ち取った。ラジオパーソナリティのピーター・ゴアーズがフロッグケーキの像を建てようと冗談で言ったこともあったが実際に南オーストラリアの伝統文化を表すものとしてリストアップされたこともある。南オーストラリアのナショナルトラストは 毎年やつ、南オーストラリアの文化に関連した事物を選出しており、フロッグケーキは2001年に選出されている。2015年には、メンタルヘルスの研究資金調達のため、統制やレジン、銀などで作られた、フロッグケーキをかたどったアート作品が、南オーストラリアのアーティストたちによって作られた。オークションにおいて6000ドルで落札されたものもあり、 これらの作品の売り上げにより3万ドルを調達できたという。フロッグケーキを選んだことについて制作者は子供の時に誰もが経験している南オーストラリアらしいものだからと理由を話している。フロッグケーキは製造・販売元であるバルフォアズベーカリーの人気商品で時には会社を取り巻く事情により売れ行きを伸ばした。会社の経営が危なくなった時に アデレードのタブロイド紙、ザ・アドバタイザーのレックス・ジョリーによって、フロッグケーキを買って会社を救う呼びかけが行われ、この時は、以前の最高売上額の2倍を記録した。2001年に、ナショナルヘリテッジから文化的価値を認められた時も、売上を伸ばしている。フロッグケーキの売上が伸びたことでも、方品が出回る、ことになり、バルフォアズ・ベーカリーは2001年に、形と名前について、 商標登録を行っている。ありがとうございます。